スレープニル級駆逐艦はノルウェーの駆逐艦。6隻が建造され、第二次世界大戦を生き延びた5隻は戦後フリゲートに改造された。駆逐艦としては小型であることから、水雷艇として扱われる場合もあり、大型化したオーディン以降の3隻をオーディン級として扱われることもある。艦隊自体は鋼鉄製であるが、ブリッジ、司令塔、 煙突などの上部構造物にアルミニウムを用いた、ノルウェー最初の艦艇である。ギーレルのみ、魚雷発射艦が2機、オーディミ以降の3艦は、基準排水量が632トン、全長が2メートルほど伸ばされ、喫水も3メートルと深くなっている一方、手法は1門減じて2門となっている。このほか、装備には各艦で差異があったとされることもあり、スレープニルの手法が2門。 オーディンの対空機間法が 40mm から 20mm に変更されていたとする説が知られている。また、バルドルとトールは偽装完了前に捕獲されている。スレープニルとエーゲルを除くドイツに捕獲された4隻は、回収を受け、10.5cm 法2門、4cm 対空機間法、2cm 対空機間法2問、533mm、 連装魚雷発射艦1機、機雷24発を搭載した。後日、レオパルト以外は1 0 5トル砲1門現時点2トル対空機関砲を装備している。第二次世界大戦後の改造で、フリゲートに類別されたが、この時点での装備は7 6ト、mm、ル砲3リ4 0ト、mm、ル対空機関砲2メ2トル対空機関砲2門となっている。 第二次世界大戦では、ナチスドイツのノルウェー侵攻によって、エーゲルが、ドイツ軍の18、18の爆撃を受けて大破し、放棄された。スレープニルのみがイギリスに逃れて連合国軍の艦として運用され、他の4艦は、ドイツ海軍の水雷艇となった。大戦終了後5艦すべてが、ノルウェー海軍に復帰し、1953年には、フリゲートに改造されたが、 ほどなく退役している。タウン級は駆逐艦、基地協定によってイギリスに引き渡されたアメリカ合衆国の駆逐艦。本級の後に建造が計画されていた1220トンの駆逐艦は初期段階でドイツに接収され ZN4 級終戦後にオーレスン級と変遷したが未成に終わった。その後の駆逐艦もイギリスから引き渡された S, s 級駆逐艦やハント級駆逐艦、CR 級駆逐艦であり、本級が2013年の段階で、ノルウェーで建造された最後の駆逐艦である。ABCDEFGHICONWAY、S.OL THE WARLES FIGHTING s i p s 1 9 2 2から1946、P379 から380、マイケル・エメリッヒ、パンサー。 ジャーマンネーバルヒストリー2013年3月15日閲覧マイケル・エメリッヒ・レオパードジャーマンネーバルヒストリー2013年3月15日閲覧ありがとうございます